こんにちは、キューブです。2019年最初の動画ですね。なんですが、もはや明けましておめでとうございますっていうタイミングはもうだいぶ過ぎたっていう感じですね。この動画スムーズに公開されていたとしても多分20日過ぎぐらいの公開になってるんじゃないかと思いますが、まあもう成人の日すら過ぎて1週間経ったよという感じなので、ちょっと明けましておめでとうございますとか新年動画っていう空気ではないんですが、まあそれでもですね、1年の最初の動画ということで、年の初めの新年の挨拶に関する動画をお送りしようと思います。一体どういう感じの内容にしようかな、何をレビューしようかなと考えてはいたんですが、ある方から年賀状をいただきまして、ああもうガングレビューチャンネル的にはこれが1年の最初の動画だなっていう決定的なアイテムを1個いただいたので、今回はちょっと驚きのアイテムなんですが、そちらをレビューしていきたいと思います。というわけで今回レビューしていくのはこちら。はい、こちら見ていただいてお分かりの通り、ハガキ、要するに年賀状なんですが、このただのハガキがどうしてレビューの対象になるかというとですね、実はこちらはただのハガキではないんですね。というわけで今回お送りしていくのはこちら、グッドスマイルカンパニーさんから届いた年賀状、題してフル稼働年賀状のレビューをしていきたいと思います。はい、こちらは見ての通り年賀状、グッドスマイルカンパニーさんというホビーメーカー、皆さんご存知だと思うんですけど、グッスマさんから今年自分宛にいただいた年賀状ですね。まあここに本当は宛名のシールが貼ってあったんですけど、そちらはまあすでに剥がしてあります。そしてここにまあ送っていただいた方の捺印があったんですけど、まあここもちょっと個人名なのでシールで隠してあるんですが、これがですね、さっきお見せした通りこういう感じで、これハガキ、みたいなちょっと頭のおかしい感じの仕様になっているんですよね。グッスマさんは、まあ、年賀状届いたことあるっていう方お分かりだと思うんですけど、毎年すごいデザインが凝っていて、まあまず普通の四角い年賀状なんか届かないんじゃないかっていうぐらい、まあ去年届いた年賀状も結構特殊な形をしていましたね。なんですが今年はですね、珍しく普通に四角い年賀状来たなと思ったら、なんと年賀状自体がもう封書当然の仕様になっていて、まあ、中に入ってるものもえらいことになってるみたいな、これいついくらかけて送ってんのみたいなすごいのが届いたので、いやガングレビューチャンネル新年一発目のレビューはもうこれしかないなということで、今回はこれをお見せすることにしたいと思います。では一番最初にこの表に印刷されているグッスマさんからの挨拶をご一読させていただくことにしましょう。金河新年、9年中は一方ならぬご向上を賜り誠にありがとうございました。おかげさまで昨年弊社の主力商品の一つであるネンドロイドはシリーズ1000番を突破いたしました。そうなんですよね、去年の時点でネンドロイドもう何百個もあることは知っていたんですけど、ついに4桁台に突入したんですよね。1000番超えてるって相当すごいですね。今後も全社を挙げて新たなチャレンジを続けていく所存でございます。本年も何卒お引き立てのほどよろしくお願い申し上げます。2019年元旦と。今後も全社を挙げて新たなチャレンジをとか言ってますけど、商品の話を始める前にもう年賀状の時点でロケットスタートすぎるだろうっていう感じなんですが、それではこのハガキが一体どういう風になっているのかを見ていくことにしましょう。こういう言い方をするとただのハガキのレビューなんですが、もういつもの玩具レビューみたいなオーラを放ってますね。ですね、ここに最初宛名のシールが貼ってあったんですが、さすがにそれは剥がしてあって、ですね、まあ、正面から見た感じだと普通のハガキがちょっとデザイン的に凝ってるぐらいの空気なんですが、もう横からこうやって光を当ててみるともうお分かりになるでしょうか。ここにいわゆるネンドロイドとかのパッケージの封止めとかによく使われる透明の円形のこういうシールが貼ってありますね。ここが封止めされていて、まあすでにもう開けてあるんですが、こういう風に開くようになっています。開くとここに、ネンドロイドフェイスメーカー、要するにネンドロイドの共通表情パーツをオーダーメイドで作れるみたいな感じのサービス、まあすでに公表されてるんで知ってる方も多いと思いますけど、それの宣伝があって、ここに QR コードがありました。ただこの QR コードは年賀状が送られた方以外に公表されている一般のコードと同じものなのかがちょっと確認できなかったので、一応シール貼ってありますが、一応ネンドロイドフェイスメーカーのことが書いてあって、そしてこちらが裏地ですね。裏地というか、最初にこれを見た人ははって声出したと思うんですけど、これはですね、パッと見た感じはネンドロイドのパッケージの正面に似てるような風に装ってあるんですが、まあこうやって光を当ててみると分かりますね。ここはウィンドウのような絵が描いてあるわけじゃなく、実際に透明素材でウィンドウになっていて、中に入れてあるものが透けて見えるという感じになっています。では実際問題、何が入っているのか出してみることにしましょう。はい、中身を取り出して並べるとこんな感じ。はがきのレビューだっつってんのに中身を取り出して並べるとってどういうことだと思っちゃいますけど、まあ実際こういう凝ったものが入っているので、まさしく中身を取り出して並べるとっていう感じですね。こちらが中に入っているもの、本体と、本体がはまっているこちらは台座として使える台紙パーツですね。それとかなり凝ったシールが入っています。
はがきというか、まあ、このパッケージと言っていいと思いますけど、これの表面を見てみるとですね、ここに福笑い面相シール付きと書いてあって、まあ、それがこれっていうことでしょうね。目鼻口が印刷されていて、こっちは顔がないので、福笑い的なことなんだと思いますが、いや、一番パッケージで押すべきところ、福笑い同行じゃないでしょっていう感じですね。どう考えても、この福笑いの台紙の方が顔だけじゃなく全身作ってあって、しかも、関節が金属部品のフル稼働仕様になっているっていう、こっちだろトピックはって、誰でも思っちゃいますね。このあたりの、いやいやいやみたいな、そういう突っ込める感じもなかなか面白いですね。そしてシールの内容も見てみることにしましょう。まあ福笑いとは書いてあったんですけど、もう目だけで3組あったりとか、普通の福笑いを逸脱した、もうなんていうか自由にデザインして貼ってくださいっていうニュアンスのかなりバリエーションの多いシールになっていますね。そしてこのシールの質感もですね、なかなか良くなっていて、さすがにガチの模型用のデカールとかテトロンシールみたいなものではないんですが、ちゃんと印刷の部分がマットになっているような、模型に使われてもおかしくない結構クオリティの高いシールになっています。そしていよいよ問題のこちらですね。まあ、ここにこういう風に紙が当たっているのは、この部分が外せるからということなんですが、これがですね、さっきもちょっと言った通り、福笑いに使うのはまあ顔の部分なんでしょうけど、問題は顔より下ですよね。ここが全身人形として作られていて、これがですね、関節に金属部品が使われているフル稼働になっているっていう、これはどういうことなんでしょうね。今年の年賀状、金属部品使ったフル稼働の人形を入れることにしようぜって誰が言い出したんでしょうかね。一体いついくらかかってるんですかね、これ。ちなみに裏に関してはさすがにフルアートにはなってないですね。ここはまあキーカラーになっているオレンジと、それからまあここにはセレブレーティング1000ネンドロイズって書いてあって、まあ要するにネンドロイド1000番行きましたということですね。あのネンドロイドは本当に長い間ずっと同じ企画でたくさん出し続けているので、自分はですね、これはいずれ、あのファンコのポップバイナルみたいなものに成長していくんじゃないかっていうポテンシャルを感じるので、ぜひその次元まで高めていってほしいなと思いますね。ちなみに台紙に関してはですね、パッと見ると男の子っぽいなっていう感じなんですが、よく見るとユニセクシャルなどちらかの性別を規定しないうまいラインになっていますね。このあたりもまあショートズボンのようになってはいるんですけど、キュロットスカートのようでもあり、この首の部分もですね、リボンが赤になっていてちょっと細くなっていたりと、結構まあ男の子ともショートヘアの女の子とも取れるような、なんかうまい感じのラインを出していますね。さてこれだけがっちり作られているのに、顔の部分だけが真っ白だとちょっと味気ないので、こっちを使っていろいろ顔を作っていくことにしましょう。まあといってもこれだけバリエーションがあると迷ってしまうんですが、まあ自分の感性で適当にやってみたいと思います。はい、シールを貼ってこんな感じに仕上げてみました。いかがでしょうか。まあ自分に特別イラスト的なセンスがあるわけではないので、そんなにあの目を引く感じの顔にはなっていないんですが、それでもかなり細かい普通の福笑いとかにはついてない感じのパーツがあったので、そういったものも使えるように、ただのにっこり顔ではなく少し表情を工夫してみました。ですね、口がちょっとオロオロしている感じの口になっていて、あとこれちょっと小さいんで映像で映るかわからないんですが、ほっぺたのこのあたりにいわゆる漫画とかで描かれる斜線のタッチを表現するようなシールがあって、それもここに使ってありますね。あと目はこれ普通の目なんですが、目のこの脇の部分に目からちょっとこうなんて言うんでしょう、涙目を表現するような涙の部分だけを切り出したパーツというか、まあシールがあって、それをここに貼ってあって、こっちにも貼ってありますね。ということで若干半べそみたいな感じになっています。あとスノーのパーツみたいな感じの動物の耳と鼻もあったので、耳だけ使ってちょっとまあここに毛も耳みたいな感じにしてありますね。まあシールの種類はこれ以外にもかなりたくさんあるので、これ以外のいろんなバリエーションも作れると思いますが、やってみてちょっと思ったのはですね、あの結構なんて言うんでしょう、オーソドックスなお正月の福笑いみたいな、ざっくり筆で描かれたオカメ顔みたいなものと違って、イラスト的に結構高度にデザインされているので、ほんのちょっと角度が違ったり、ほんのちょっと左右の対象位置がずれたりするだけで、一発でニュアンスが変わったり笑える顔になっちゃったりするんで、これはですね、目隠ししてやるとかっていう、そういう精度のものではないですね。もう本当に目は両方とも開けたままで、ピンセットを片手にガチでやってもワンミスでちょっと笑える感じになっちゃうみたいな、そういうかなりデリケートな福笑いなので、これはですね、まあ、あのゲームとしてやる感じじゃなく、もう本当にさっきも言った通り、ピンセットを片手にガチで挑んで、ちゃんとした顔に仕上げてあげるのがいいんじゃないでしょうか。そういう感じのものだと思います。さてそれでは次に稼働を見ていくことにしましょう。何度も言うんですが、年賀状なのに稼働を見ていくことにしましょうってどういうことなんだって思っちゃいますけど、これも見ていただいてお分かりの通り、こことこことそれからこの部分、それぞれ手足の付け根とか肘とかそういうところにですね、金属部品の関節が入っていて、全部体がフル稼働で動くようになってるんですよね。いや顔が福笑いなのもトピックですけど、こっちの方がすごいだろって思っちゃいますよね。稼働箇所としてはですね、まずこの肩の付け根の部分が動くようになっています。
ここはですね、一応顔に当たってしまうのでここまでしか上がらないですけど、まあ所詮紙なのでこういう風に上げてしまうこともできますね。そして肘の部分も動くようになっています。まあこれも可動の範囲とかはなくて、普通にこういう風に重ねてしまえば360度回せはするんですが、まあ人体の可動を逸脱しない範囲で止めておくのがそれらしくなるコツっていう感じですかね。そして両手とも同じ関節になっていて、胴体の可動とかはないんですが、足の部分も付け根にこういう風に金属部品がはまっていて、ここからこういう風に動かせるようになっています。これもまあ可動範囲的には360度いくんですが、こっちのこの衝突ボンみたいなもののデザインが、まあこの輪の幅だけしか足が動かない感じに見えるので、足自体は外まで動かせるんですけど、まあ最大でもこの範囲で止めるっていった感じですかね。まあでもこのぐらいまで広がれば十分なんじゃないですかね。もともと SD のプロポーションですし、顔は正面で固定なので、まあこれ以上大きく開けてもといった感じなので、これでまあ十分だと思います。まあでもこうやって体が稼働することで、顔の表情を結構普通のニッコリ顔にしていない時に体をそれに合わせた表情にすることができるっていう感じで、全体のニュアンスが割と締まりますね。まあこういう風にオロオロ顔になっている時には、手もこうちょっとなんていうかあたふたしてる感じで、足も大きく開いていない感じとかにしてあげると、この顔に合った感じの全身になって全体で一つの絵みたいになるので、稼働ちゃんと意味がありますね。他にもこういう感じでヤッホーみたいな呼びかけるような感じにもできますし、紙なのでこういう風に手の先を胴体の後ろ側に回すことで、こういう後ろ手にした澄ました立ちポーズみたいなのも表現できますね。顔をどういう表情にしたかによって、体をこういう風に大きくニュアンスを変えられて全体が一つの絵としてまとまるようになってるのは、なんていうかすごくよくできてると思います。なんていうかこうネンドロイドそのものの仕様と結構近くて、ネンドロイドのパッケージっぽいデザインになっていたことと合致していていいですね。で、先ほどの台紙を出してきて、こちらをですね、最初入っていたみたいにこういう風にはめてあげることで、こういう風にできるので、後ろがこうちょっと折れているので、この厚紙の台紙を使ってこういう感じにスタンドのように立てておくこともできますし、ここを完全に折り込んでハガキの中に入れてあげることで、自分の作った顔がこういう風にネンドロイドのパッケージに入っているみたいな感じのニュアンスにすることもできますね。結構いろいろと遊びがいがありますね。たかたかハガキなんですけどね。以上、年賀状本体に関してはこんな感じですね。まあここまででもたかたかハガキの仕様としては頭おかしいだろうっていう感じだったんですけど、実はですね、今回これとセットでもう一ついただいたものがあって、はい、こちらですね。まあハガキと同じサイズの、まあこれはよく配っている会社あると思うんですけど、デスクトップカレンダーですね。ですがこちらもグッスマさんならではの非常に面白い仕様になっていて、まあまずハガキ台のサイズということになっているんですが、この中を取り出してみると、このイラスト部分とこの外の枠とがそれぞれ別々になっていて、こうちょうどレイヤーみたいになってるんですよね。一番最初に入っていたものを一番前にすると、こういう風にイラストとカレンダーの部分とが分けられる感じのただの白い枠なんですけど、この枠の形ってちょっと何か覚えがありますよね。実はもう一枚入っているバージョン2の方の枠をかぶせてみると、ご覧ください。そうなんです。エンドロイドのパッケージを意識した感じになるようなデザインなんですよね。この部分に2019という風にちゃんと年が入っていて、ここがまあ月替わりのいろんなキャラクターっていうことですね。そして、これがおそらくさっきちょっと話に出ていたナンバー1000のミクですね。2019のスノーミクだと思うんですけど、これがちょっと間違っていたらすいません。おそらくナンバー1000に当たるミクなんじゃないかと思います。もちろんそれぞれの月ごとに別々のキャラクターがこういう風に出ていて、1月はトーラブですね。2月は、働く細胞で、3月がポプテピピック、4月がカービィかな。で5月が FGO、 6月が親分で、7月がカンコレ、8月がこっちは別バージョンのミクですね、シンフォニーミクだったかなっていうやつで、9月がペルソナ5、10月がこれはキャラクターっていうか、まあネンドロイド系の新しいブランドですね、ネンドロイドドールってやつで、ちょっと可動箇所が増えてプロポーションが少し確か等身上がってるのかな、なんかそんな感じの新しいブランドのやつですね。そして11月がヒロアカ、12月がロックマンですね。そして2019年ではなく2020年の方のこの一覧もついていて、こっちはまあグスマさんのオリジナルのグマコのキャラクターがデザインされています。ちなみにカンコレのこちら、ちょうどこの部分のイラストが今後解任になっているので、これをこういう風にはめてですね、この状態で本物のネンドロイドの金剛カイニを横に並べてみるとこんな感じ。結構パッケージの再現度高いですね。縦横比とかもだいたい同じ感じになってるんじゃないでしょうかね。
ちなみに金剛会には割とこの標準の大きさになっているんですけど、カンコレ系って結構偽装のでかいやつが多いので特大サイズのパッケージになっているのが多いんですよね。あのビスマルクとかウォースパイトとかも出してこようかと思ったんですけど、これと比べるとちょっとあまり似た感じにならないと思ったので、ちょうどキャラも同じということでこちらの金剛会にを持ってきました。ちなみにですね、この年賀状を送っていただいた方がグッスマのスタッフの中でもあのこういった年ドロイドの中のカンコレ系をほとんど担当されている方で、あの過去何度かあの食事会とか飲み会とかでご一緒させていただいたことがあるんですけど、あの毎回本当になんていうかこうカンコレを SD サイズにするんだったらこういうところを尖らせないといけないよなみたいなところを本当に分かってらっしゃる方で、自分はですね あんまり動画の中で回数行ったことないんですけど、カンコレ系の年ドロイドはほとんど買ってるんですよね。あの前突然空母お給だけを紹介したことがありましたけど、あの空母お給も販売形態が結構限定になっていて、あの当時からあのぐらいのものまで買っていたので、今ですね多分年ドロイドのカンコレ系だけでどのぐらいになってるかな、多分駆逐艦にいくつか買ってないやつがあるぐらいかな、そのぐらいで大型関係は大体持ってるんじゃないかと思いますね。本当にネンドロイドのカンコレ系は変形フィギュアじゃないのであんまりチャンネルでご紹介することはないんですけど、どれも非常によくできていて自分はもうお気に入りのアイテムが多いですね。例えばですね、この金剛会員のデザインとかを見てみるとわかるんですが、割と結構強めにデフォルメされている場所とデフォルメがあんまりされてなくてガチのデザインのままになっているところがいろいろ使い分けられていて、このどのあたりのデフォルメ度を高く、どのあたりのデフォルメ度を低くすると一番カンコレのキャラクターが魅力的に SD になるかっていう、その使い分けがですね、ああ実に分かってるなっていう、そういううまさがあるんですよね。カンコレのキャラクターいっぱい出てるんで、あんまりそういうところを意識せずにパッと見の見た目の、ああこれ可愛いなかっこいいなっていう感じで買っちゃう方多いと思うんですけど、細かく見てみると、ああなるほど、確かにこういった砲塔のあたりとかはほとんどデフォルメされてなくて原型の形に近いなとか、一方でこういう本体なんかは極端にデフォルメされていて可愛さが強調されてるなとか、あるいはですね、このデフォルメされている丸っこく大きくなっているこの頭とかも、頭飾りとか毛先とかなんかそういったところに関しては結構デフォルメ度が低かったりとかですね、あの全体的にどの部分のデフォルメ度は高く、逆にどの部分のデフォルメ度は低くっていう、その使い分けのセンスがご自身もカンコレ好きじゃないとこういう風にならないだろうなっていう風に非常によくできていて、これはですね、数持ってる方はわかると思うんですけど、年度のカンコレシリーズはずらっと並べるとリアル闘神のものを並べたぐらいの迫力になるんですよね。変形フィギュアじゃないやつが多いのであまりチャンネルキューブでご紹介する機会はないんですけど、あの偽装が大型のやつとかはお前もう変形フィギュアだよなみたいなのもあるので、そのうちビスマルクとかウォースパイトとかはご紹介してもいいかもしれないですね。機会があればレビューしてみたいと思います。以上、チャンネルキューブ2019年初の動画、グッドスマイルカンパニーさんから届いたこちらの関節に金属部品が使われたフルカラー年賀状ならぬフル稼働年賀状と同じく年賀状サイズのこちらデスクトップカレンダーのご紹介、いかがだったでしょうか。いやー本当にですね、あのグッドスマイルカンパニーのあの親しくさせていただいている方々はですね、本当にもう言い尽くせぬぐらいいろいろとお世話になっていて、本当にあの去年もあのお世話になりましたっていうか、あのここで指針を話すなって感じなんですけど、まあでもあのこういう年賀状が届けば一発で、あこの会社は仕事と割り切ってやってるわけじゃなくて本当に好きな人集まってやってるんだなっていう風に一撃で届いた人に刺さると思いますね。ぜひグッスマさんは今後もこういうなんていうかいい意味で頭おかしい方向に突き抜けてほしいなと思います。そしてチャンネルキューブの方もぜひお時間のある方は2019年もお付き合いいただければと思います。今年もどうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。キューブでした。はい、楽しんでいただけたでしょうか。今回の動画面白かったという方はぜひ高評価のグッドボタンを押していただけると嬉しいです。それとチャンネル登録は動画の下の赤い登録ボタンか、またはトークを最後までご覧いただくとこのすぐ下にボタンが出てきますので、そちらから登録できます。よろしくお願いします。さて今回の新年動画いかがだったでしょうか。なかなかこういった感じのものをレビューするって例がないと思うので、結構今年はチャンネルキューブ新年動画特色が出せたんじゃないかと思います。さて新年が幕を開けて結構もう時間も経ったので、皆さんに今回はこれを伺ってみたいと思います。皆さんは今年一番最初に買った、もしくは一番最初に到着したおもちゃやホビー何だったでしょうか。ぜひ下のコメントで教えていただけると嬉しいです。ちなみに自分はというとですね、1月は結構いろいろ中国とかにある日本であんまり知られていないマイナーなやつがボンボン届いたんですが、一番最初ドア玉というとこれが届きましたね。はい、こちらですね、ファインクローバーさんの話題のアニメ版グリッドマンに出てきたグリッドマンのソフビ。ですね、自分は基本変形しないだけでもう買わないっていう感じなので、こういった稼働もろくにないようなソフビって本当に滅多に買わないんですけど、
そんな中これ買ってしまいましたね。というかまあなんて言うんでしょうね、グリットマンに関する立体物はこれと抱き枕ぐらいしか今出てないので、まあもうまんまと我慢しきれずに買ってしまいましたね。ですが届いてこの実際に中に入っているもののクオリティを見てですね、これはおそらく後に発売されるようなきちんと変形したり稼働したりするシリーズを買った後でも探して買ったかもしれないなと思うぐらいすごいクオリティが高くて満足いく出来なので、これは迷ってる方買ってもいいんじゃないかと思いますね。というかですね、このグリットマンに関しては自分のツイッターアカウントをフォローしていらっしゃる方お分かりだと思うんですけど、放送があった土曜から日曜ぐらいにかけてはグリットマンのことしかツイートしてないんじゃないのこのアカウントっていうぐらい本当にですね夢中で追いかけてたんですよね。なのであれだけ夢中に1クール追いかけたんだったら、まあ、感想動画出せよという感じのことを思った方もいらっしゃるかもしれません。自分過去に結構面白かったやつは感想動画出したことがあって、トランスフォーマーの映画とか仮面ライダーアマゾンズとか君の名はとかやったことあるんですけど、グリットマンもですねそういったセオリーからいけば感想動画出そうかなと思ったりはしたんですが、思いがちょっと熱すぎてですねいろいろちょっと鬱陶しい語りになるかなと思って、あんまり長い動画にするのも良くないだろうなと思ってそれで出していないというところと、あとですね DVD の発売が始まって、ご存知の方多いと思いますけど DVD は特装版を買うと160ページとかっていう分厚さの公式のスタッフ自身が語り尽くした結構なんていうかライナーノーツみたいなのがついてるんですよね。でそこを実際読んでみるとやっぱりかなり詳しく本当はどうだったのかがもう書かれてしまっているので、それぞれの場所に関してただ一視聴者だった人間がどういうふうにいろいろ見たかっていうことがあまり意味がないのではないかっていうふうにちょっとどうしても考えてしまうところがあったんですよね。なんですがまあでもなかなか自分も何度も言いますけどこんなになんていうかリアルタイムで放送を夢中で追いかけたアニメって本当何年となかったので、これはまあ時間が取れたら感想動画にしたいかなという思いは今でもあるので、もしかすると感想動画にするかもしれません。ちょっとまあエンドトーク的には脱線してしまったんですが、改めて皆さん今年の1月一番最初に買ったあるいは一番最初に届いたおもちゃオアホビー何だったでしょうか。ご意見お待ちしています。